あ、三成様、この本のここら辺とかよくわかんないんすけど。なんだと。この程度は軍略の基礎だ。今すぐ半兵衛様にお会いし、弁達を得る許可を請え。了解。そうと決まれば行ってきます。これも左近の影響か、はたまた徳川のせいか。近頃の三成は将の自覚を得てきたようにも思う。それは三成にとって紛れもなき幸であろう。だが我にとっては。あ、行部さん、ちょいと兵法を教えてくださいよ。いやー、半兵衛様がどっか行ってるみたいで。我がか。まあよかろう。勝家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。尾張よりの長き行軍よ、騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。空爆よ、気を使えぬわ。ん、申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。尾張へ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。こののろし、どんな調合してるんだろう。いい匂いだな。何もかもを忘れたくなる。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。先を得たいなら勝て。酷な話とは思うが。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。君の戦術は敵に恐怖を植え付ける。素晴らしい。これだけ炊けば必ずや。本体も動いてくれよ。これが切り取り放題ってやつか。運を祈る。いざ進撃。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。配下を守るが将の務めよ。いざ。これにてのろしも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。どうしたら。勝家様は全然頼りになりそうもないし。勝てば官軍か、
そうでございましょう、大谷殿。そうであろう。頭がすげ変わる時が来たのだ。足利から織田へとな。ありふれた不幸しか授けられなんだか。今の状態ちょっとまずいかも。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。砂だ、砂をかぶせ。今以上の煙を宝では命取りよ。西田軍は豊臣屈指の精鋭ぞろいよ。寄せられたシワオのハムが宿敵。こんな時になんだけど、喉が渇いてどうしようもないぜ。我に用事か。一騎打ちならばごめん被ろう。さしなかれ。まずは某が行く。おのおの、奴の泣きどころを見極めよ。死に際には酒が欲しくなる。武士の名折れと呼ばれたくなくば、ちゃんとせよ。何ぞ返事だ。俺たち兵には意外と優しいんだよな、大谷様って。我とてとよめる役には立ちたい。いや、まことよ。この時を待っていた親友せよ。それ以上失敗したら怒られるぞ。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。人とはこれほどまでも強くなれるものか。お前たちそれがしを守らぬか。栄枯盛衰だが、むざむざと衰えはせぬ。聞いた話だが、あの玉は覗いた者の死に顔を映すとか。人よねじる。帽子の勝家か、階段とすら呼べないな。拙者も負けてはおられませぬ。将の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いない。これで引かぬとは、敵も必死というわけか。主よ、最後までお仕えしとうございました。敵軍はペヤシューテ鋼にしておるでしょうな。勝家、見えぬのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ばない。
義が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。闇雲にほふっているというわけではなさそうだ。その門があなたにとっての獄門となるだろう。勝家よ、貴様は一体何を考えている。出るならここしかねえっすよ、行部さん。やれ、我を働かせるか。あれに近しくはよく言ったものよな。大丈夫ですかい。さあ俺の肩に捕まって。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろと命じられていないがゆえに。二つ狩り金に両刃の薙ぎ。なるほど、左近が危機として語る男とは主であったか。犬神行部様、そうか、あの男の身内なのか。ならばどうか、しめ縄なりで奴を押さえていてほしい。かかれ柴田に良識など求めるだけ無駄であろうよ。まだだ、まだ我に振った悶絶には足りぬ。遺言を聞かせみせ。いや、あんな興味よ。今よ、先よ、行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。